大差価値とは、スポーツの試合やレースなど、点数やタイムなどを競う競技で圧倒的な差をつけて勝利を収めること。基準が明確でない場合が多いが、後日の日本競馬では、大差が、基差が10バーシンを超える場合と定義されており、これで勝利した場合に、大差価値となる。ラグビーやバスケットボールなどでは、得点を相手の2倍以上取ることをダブルスコアと呼ぶ。 また、アマチュア野球や水球の場合、得点差が大差になるとコールドゲームとすることがある。点数やタイムで競う形式でない競技では、大差価値ではなく、圧勝、干渉などの用語が用いられる。これらの競技では、選手の個性や試合展開によって、勝負時間が大きく左右され、早く決着させたから強いと言い切れない面がある。一方で、 圧倒的な差がつく展開は、双方にとって強化につながらないことがままあるため、競合チームをシードするなどして、力量差の大きい対戦を回避する策が組まれる場合もある。日本の場合、競馬のレースにおいては10馬身を超える、喫茶で勝つこと。競走馬の実力に大きな差がある場合や、障害レースなどで稀に見られる。競走馬の能力が白昼する平地の、 重症競争での大差価値は少ないが、日本では以下のような例がある。日本以外では1920年のローレンスリアライゼーションステークス、1973年のベルモントステークス等が有名である。ありがとうございます。